ケビン・ニーロンは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身のコメディアン、俳優。ミズーリ州セントルイス出身。父親のエメット・ニーロンは、飛行機会社の重役。生後間もなく、コネチカット州のブリッジポートに移り住む。高校1971年に卒業した後、セイクリット・ハート・ユニバーシティにてマーケティングを専攻、学士号を取得する。 ニーロンのテレビデビューは1984年、当時ジョニー・カーソンが司会を務めていたザ・トゥ・ナイト・ショーでの漫談だった。1986年にニーロンの友達であるダナ・カービィのサタデー・ナイト・ライブへの出演が決まると、次に彼の推薦でニーロンも同番組への出演が決まる。同年に、二人はレギュラーキャストメンバーの仲間入りを果たす。 1987年から1988年はフルタイムパフォーマーとして番組に出演し、以後9年間在籍した。サタデーナイトライブでニーロンはミスターサブリミナルマン、ミスターノーデプスパーセプションなどのキャラクターを演じたり、ニュースの司会など務めた。1991年にはアメリカのコメディ映画、クリスマスに万歳に出演。最近では プロゴルファーギル、NY 式ハッピーセラピー、リトル、ニッキー、チャーリーと14人のキッズ、グランマズボーイなどに出演している。2005年の秋には、テレビシリーズ、ラリーのミッドライフクライシスにも出演している。ありがとうございます。